普通のマウンテンちゃうんやん。デスやん。デスマウンテンっすね。おっちゃんいくはい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 。ほら背中に一発もろてますわ。かわいそう。え？え？おー、焦げパンチ。もっとコミュ力を育てなきゃ。お店の人いてはれへんのかな。あ、こんにちは。すいません。どうも。あ、ラーメン屋の方でか。ラーメン屋さんです。すいません。いや、ええんです。え？ラーメン買いに来まして。あ、ありがとうございます。そうなんですよ。平井善の。平井ね、これ、吉行まんね。吉行さん。はい、はいはい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、お顔の色はそれ元からですか？いや、これね、塗ったんですわ。赤塗ってね。はい。この前病院行った時に、はい、なんかたこ焼き屋やれいう話で盛り上がってね。確かになんかたこ店長って言おうとしたやつが昔サスケ出てた、わかります？いやもうサスケは俺そんなにチェックしてへんからやな。これあーすいませんすいません。サスケちょっと見てこうか。サスケ、サスケ別に見なくても大丈夫っす。あ、ほんま。はい。うん。え、しかも俺平井さんのこと俺知ってます。え、なんでやの？え、つい最近ライブというかイベントあったじゃないですか。角刈りをアサシックレコードのイベント。あったあった。あそこで無茶ぶりで捕まってましたよね、確かに。あれめっちゃかわいそうって話してたんですよ。めちゃくちゃ緊張したで。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。いやいやいや、まだボケてへんがな。ごめんなさい、ごめんなさい。まだボケてへんがな。早いね、ツッコミ。すいません、すいません。あれどうなったの？え、あれやっぱガチ仕込みなしですか？いや、急に言われて。はい。赤い人、赤い人、平井さんって言われて、あれやばかった。わしー言ってであ、なんかね、そんなん出たことないから。そうっすよね。うん。ほんで、うんうん、なんか質問してくれ言われたんかな。そう、そうでしたね、確か。うん。同じようなことしか質問できへんかったわ。あ、それで、結局同じやつが来て、笑いになったんでしたっけ。そう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 。あ、でも結果的に最高じゃないですか、じゃあ。いやいや、もうほんまそれでよかったやろな思って。いや逆に面白くなってますねそれ。いやいや、いいじゃないですかじゃあ。いやでも、あ、終わってからえらい感謝されたで。あ、ズーさんに。うん、呼び止められて、あ、もうめちゃくちゃ助かりました、急に降ったのにすいません言われて。ちょっと気まずかったんだろうな向こう。いや、そやろね、探してあった言ってたから。いや、あれかなりのキラーでしたもん。キラーパスでしたもんね、あれ。いや、あれは怖いわ。でも俺初めて会いましたね、平井さん。何日ですか？ずっと寝とったんですよ。あ、長く寝られてて。はあ、1年寝てて。はい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 。誰も更新こうへんな思ってたんですよ。 1年間ですよ。なんか1年寝てた人って何人かいるな。なんかなんで1年。なんか今目覚めのコールドスリープ止まる時期みたいな感じなんですかね。まあたまたまあったかなったんかなんか知らんけど、ね、あ、冬眠してたんすね。好きですかラーメン？いや、ラーメン食べたいね。これ見えます？メニュー。味玉かな。味玉ラーメンで。味玉ラーメンです。了解。飲み物大丈夫ですか？なんやの焦げピス。まあ乳酸飲料ですね。ピスの乳酸飲料ですね。いや、ピスはわかんねえけど。多分か乳酸的なピスやろ。いや、スルーしてください。焦げてなんやの焦げて。いや、それはあれですよ、そのなんか商品の名前に自分の名字ちょっとつけるみたいなやつですよ。あーあーあ、ちょっと待って、これ自分の名前、これ焦げ付き剣です。焦げ付きかいな。はい、だから焦げピス。ほら、それやったらわかるわ。ああ、なるほどね。わかったわかった。トヨタみたいなもんですよ。いや、全然ちゃうわ。トヨタそんなんでつけてへんわ。はい、あるか。殿様みたいな笑い方しておんな。すいません、すいません。焦げピスでいいですか、じゃあ。じゃあ、焦げピスください。何個何個ですか？わー、まあ、5個ずつかな。5個ずつで。5個ずつで、ありがとうございます。もう顔真っ赤ですけど、大丈夫ですか？大丈夫や、これ塗ったんね。あ、塗ってあるんだ。そっかそっか。体調悪いとかじゃないんだ。あ、全然。よかった、よかった。今なんかお仕事されてるんですか平井さんは。いや、それな、ほんまそうやねん、JTS。ほんまそうやねんって何。ほんまそれやねん、ほんまそうやねんって何ですか。ほんまそれやねん、JTS な。復活したんですか。あー、で、メカニックやっとんねん、これが、わしな。
あ、でもメカニック、え、JT あれしかもあの前段まで閉店してたとこですよ、ね、はい、あれしかも断ってきたっす、普通に平井さん、え、平井さん断ってるっす、請求、請求無視します、もう一回やってくれ、あのな、ま、正直あのな、マウスの筋肉がな、言うこと聞かへんの、何やったっけこれね、なんでやんないの、ちょっと、ちょっと待って平井さん、踏み倒そうとしてない、踏み倒…筋肉でいかないかな、何やったっけ、何やったっけ、ちょっと待って、もしくはタブの筋肉でどっちか選ぶみたいなのができないかな、うわ、わ、根本的な解決にはならなそうっすけどね、でもやばいやばい、え、ちょっと待って、いや、もう一生…おい、欲しいっすかこの人、多分あれっすね、食い逃げっすね、え、おいくらでした、で、ここで一回やり直していい、あ、いいっす、いいっすあ、やり直し、強制なんとか的な、あー、瞑想的なやつで、瞑想的なやつやるか、うん、ほんまにいなくなるか、いや、これいなくなったらマジで いなくなったらガチ通報っすね、いやいや、ほんまそこまで焦げつかすつもりはないんで、あんまりね、うん、迷惑かけたないから、あ、早く言ってくれよ、じゃあちょっとこれだえ、なんと充電切れ取りました、あ、じゃあ直ったっすか、繋いだっすか、なるほど、なるほど、あ、すぐ払いますよ、お金すぐ払います、オッケー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 、 JTS 一回営業停止してましたよね、あかんことしたらしいで、え、そんな言っちゃっていいの、うん、そんなペラッと、うん、そう、再開したんやけど、はい、な、再開したんやけど、まあでもみんなちゃんと働いてなかったよな、あのな、なんかな、あの、誰やったかな、免許持ってへんかって一人、え、車の免許、そうそうそう、ほうほうほう、でそれでメカニックをやってる子がおってやな、はいはいはい、ほんでその子ええ子やねんけどな、はい、免許を持ってなかったことを言うてなかったんかな、あら、はいはい、で わしもその子に車直してもらった、何回か直してもらっとんやん、うん、なんか手際ようやっとったけど、はい、結局無免許で働いとったやなそれで、え、メカニック中が停止になるとかあるんですね、全部で、それで停止を、次やったらもう営業もできへんらしいです、え、そっかそっか、オーナーとかですか、え、オーナーとかじゃないですよね、わし、え、違う、あの、持ってなかった方が、うん、いや、その人ただの従業員やで、え、従業員がそう、え、うん従業員こんなに、そうそう、言っちゃっていいんですか、一応店員さんですよね、平井さんもいや、わしそうやねんけどやり方知らんねん、え、メカニックのねえ、どういうこと、いや、もうな、ほんまに席だけ置いてあるえ、なんで社員になれたんだろう、知らんもんな、昔からなっとったみたいな、あーだから起きる前からね、そう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 、ほんでもう1年ぐらい寝とったから何も覚えてんのってなそっか、久しぶりなんだそういうことですよ、そういうことです、うんうん、ほんで一応メカニックやけど働け言うてうるさいからもう言われたら働きませんやん、普通言われたら働かないんすね、いや、言われたら働かへんタイプやわ、もうそっちなんだ今やろうと思ってたのってになっちゃうんだ、そういうことですよ、まあやろうとも思ってへんやけどいや、まあその逆張り俺もわかりますね、もうやれやれ言われたらやれたくなくなるんだよ、そうほな焦げ付きさんは多分自分で店やってるっちゅうことは自分のやりたいことをやる人やな、あ、そうですね、ほら、そういうことやな、そういうことですよ、ウグさん、やってるんですもんね、確かにな、うん、ラーメンとたこ焼き合いそうですし、すいませんすいません、いやいやね、たこ焼き好きや言うてあるから、たこ焼き俺めっちゃ好きですよ、本当にリアルに、もしなんかあのたこ焼き屋さん始めたら一緒に提携してね、やっても楽しいかなって、確かに確かに、うん、ええで、いいですね、たこ焼き屋もうやるかただやりたいですけどね、え、でもたこ焼き屋さん出せるかな、今このお店もその新しい飲食店出せないみたいな聞いたんですけど、ああそうなんか、なんか昔の飲食店がちょっとどっか辞めになられてまた新しい人がつくかもとっていう話は市長さんが言ってましたね、ああまあいろいろあんやろな、だから市長にも申請は出しとるんやけど、うんうん、通るかどうか分かれへん、もうあもう出してるんすね、一応出しとんねんけど、その出し方が合ってるかどうかもちょっとラーメン食べようしかも芯もないし受かるんかな言われたからやります、面接ありますよ市長との、いやそこやね、そ、うん、その面接も来てへんしな、別に案内もまだまだか、うん、まあ、まあ怪しいな、今めっちゃ声枯れてますね、なんでや、いやなんかなんだろうな、デスマウンテン登ったんですけど一緒に行ったら、はい、はあ、
運転手の方が運転荒すぎて山から落ちた時発狂してそこから声がおかしい。いやいやいや、もうそれやんか。そうですそうです。お休みの間に治んなかったんですね、昨日の。ちょっと待って、普通のマウンテンちゃうんやろ。デスやろ。デスマウンテンっすね。え、知らないですか、平井さん、デスマウンテン。いや知らんよ、なんなんその東地方みたいな。マウンテンですじゃなくてデスマウンテン。いやいや、東地方じゃないだろ別に。東地方ちゃうのそれ。一番簡単な英語な感じに気しますけどね。そうか。え、登山おもろいっすよ、デスマウンテン登山。いやいや、行ったことないな。山は死にますかやつ。山は死にますか。いや、舐めた格好で行ったら死ぬっすね。俺も完全防備で行ったんで。あ、ほんま。はい、これで行くんですよ、もうちゃんとガチで。あ、ほんまや。ウェアだ。あ、すごいおしゃれだ。うん、ですね。これで行くんですよ。これ私服じゃねえっす。登山だから登山のやつっす。私服じゃねえ、私服じゃねえっす。そうかいな。はい。ほんで声枯れてもだ。枯れちゃったっすね、そっから。うわ、叫びすぎだよな。いやでもいいっすけどね、こっちの方がなんかラーメン屋さん頑張ってる感あるじゃないですか。あ、まあ確かにいつも声張り上げてね、いらっしゃいませって言ってるイメージあったから、あ、それで枯れちゃったんだと思ってました。まあそれもあると思いますけどね。いやいやいや、後乗せやな。後乗せやめて。天ぷら並みに後乗せできたな今。後乗せ。ラーメン屋さんみたいな感じで。後乗せ。後乗せやで、女も。おすすめなんですか？おすすめはあれあれですね、つけ麺が最近出ましたね。どうします？川上スペシャルも。10個もらっちゃおうかな。つけ麺10、川上スペシャル10で。めちゃ食うな。ちょっとやめてください。ちょっと。焦げ茶も10でお願いします。焦げ茶も10で、ありがとうございます。お、上田もいらっしゃい。ありがとうございます。わーい。朝ラーメン1個10万。高っ。うるさい、うるさい。いや、めっちゃ食うな。高っとかめっちゃ後ろから聞こえてきんだよな。あれ、すんまへん、聞こえました。めっちゃ聞こえてた。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと、でかかった。ありがとうございます。ちなみに俺の方でここのキッチンでたこ焼き作って売ってもらうとかもできるんですかね。もちろんや。おお。待って、それ熱くない？なんかキッチンカーはなんか適当に車、ノーマルの車作ってもらって、うん、うちでたこ焼き作って、うちのキッチン使ってで売ればいいんじゃないですか。で、何割かもらうみたいな。めっちゃいい。うん、全然ええで。一回なんか転売で問題になったらしいで。転売？転売やろ。言おうたらわしがやな、ここでキッチンでな、たこ焼きもらうやん。はい。で、売りに行くやん。はい。転売やん、それ。でも移動販売、そうなんていうんですか、別のお店がくっついてるみたいな感じで、実数届けてる先とキッチンは一緒みたいな、ウーバーイーツで名前変わってるけど実際違うみたいな。はいはいはい、はい、なるほどね。ほなわしウーバーイーツでええやん。そうですよ、だから絶対そっちの方が多分いいと思うから、うん、でけへんかったらそうするわ。そうですね、うん、それで全然使っていいですけどね、このキッチン。あとはまあ視聴次第やな。いや、たこ焼き熱い、俺もやりたいんだよな、普通にたこ焼きやつ。おお、ええやんか、やりや。芯なくね。いや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 、芯な、芯はあるよ、芯な。タコタコタコある、タコある、ちゃんと心にタコある。タコ入ってない、全然あります。せめっちゃ柔らかいやん。柔らかい言うなや。麺投げてたけどな。ねえ今、うん、マジでどうでもいい、やりや。やめるや、わしのハート柔らかないわ。いやもうねえ、そこ俺がやるからダメみたいな。いや、そうそうそう。いやいや、たこ焼きなんかもう誰でもできるやろ。できない。たこ焼きできないって。できないっすね。ほんま。はい。ほな、ラーメン屋、隣に別のラーメン屋出されたらどうやな。それは嫌っすね。嫌なんや。いやいや、俺嫌ですよ、俺嫌ですよ。それは嫌ですよ。ね、そこは。そこ芯あるんで。芯あんのか。でもやりいやつもね、平井さんは。やりいや。わしも。平井さんやりいやつもね。ちょっと待って、わし入ってないよ。ちょっと待って、わし頭おかしいんかな。意味わかんないよ、この街でやりいや。平井さん関西の方ですか。そうやで。あ、じゃあ関西風のたこ焼きなんですかね、じゃあ東京関東というよりは。まあそやな、関東のたこ焼きっちゅうのはあんまりよう分かってんけど、銀だこやろ。そうですね、関東のたこ焼きはなんかどっちかというとなんかその最後油で揚げてるみたいな感じですか。そ、ああ、まあ硬くしてるみたいな。そやな、そこまでせんでも止めるな、多分作ってる途中で。止めるっていうのは、
もうそれ油いらんで最後油でやるっすもんねたこ焼き。もうそんな絵でもうそのまま出してもめんどくさいし言うて。ただ俺柔らかい方が好きっすね。わかる。中が茶碗蒸しみたいになってるやつ好き。ありがとうございます。水っぽい感じ。あ、そっちで行くんですね。ありがとうございます。たこ焼き屋の顔になってる。もう死んなかったのに、さっきまでもうたこ焼きの屋の顔してるたこ焼きになったらもうね、わしにお任せくださいよ。もうたこ焼きの顔してるわたこ焼き屋の顔してる。ただでもあそこ別に誰でも出していいから、そこなんか多分ライバル視されるとかは多分ないですね。あと、まれ肉屋最近あの家構えたんで横に。待って、なんかすごくない？外？外す。こんなすごいことある？こんなすごいことあるかな？え？めったにないこんな銃声聞こえんのは。さすがに。あ、なんか目の前なんかやってんで。目の前もやってるさ。ご治安悪いんすよ。あ、そう。銀行？あめっちゃやってるな。やらかんわ、危ないわそのものね、もう社長中入り危ない社長中入り、これ危ないわ。おじさんだな白いシャツが血みどろなんだよ、そんなもん。おじさんだななんや、おじさんやからもうしゃあないから。え、いくつなんすか？私59。おじさんやな。おっちゃんだな。おっちゃんやな。おっちゃんやな。確か59やねんな。あ、もうね、もう数えてもないですね。もう、そうやね、ちょっとな、自分の年忘れてもうてな。はい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 。あの究極のコールドスリープ入っとったっていうのもあるんやけど、確か59ぐらいやねそれなんかいろいろと忘れてないそれそれ違う、なんか忘れてないそれ。いや、ちょっといろいろ忘れててで、なんか生年月日と合ってないと思うんやけど言われて、いやー、まあでも59やで言って。なるほど。話は してて確か59やわ。そうやね、カテジ、病院のカテジと年齢ほぼ一緒やったから。あ、カテジ有効が確か60ぐらいやったと思う。え、カテジ60なの？結構な年いっとったよ。カテジ60？ え、でもおっちゃん嘘つかれてる多分それ。適当に。カテジ、マジで？あいつ何歳なんや？まあ何歳でもええねんけど。確かに。え、最近ぶらついてるだけっすか、平井さんは。もうじゃあ JTS 行かんで、もう。そやな、今日も出勤せなあかんやろうけど行ってないな。いや、まあでもやりたいことやるのが一番いいんで、もうじゃあやめちゃいやめちゃいましょうよ。じゃあ JTS やめちゃうやめちゃうJTS じゃあもう席だけ入ってても気まずいでしょ。いやもうほんまにもらったやん、なんかメカニックツールみたいな入っとんね今。いやもう全然それ郵送で返して、ね、そのいや郵送で返すやつ最悪やら送って帰っちゃいましょうよ。気づいたら就職してないやろ。まあまあそうですね、入っとったんです、うん、JTS のマネよそれ。私正直 JTS に入れてくださいって言うたことないですよ一回あ、勝手にやや勝手にやったんやもう。勝手にやっぱ入れられてたんやその昔の仕組みで入っとったやん。え、じゃあなおさらいいじゃないですかもう郵送で。うん、郵送やばいやん。 J の筋肉押してゴミ箱押すだけっすよ。いや、めっちゃ悪いこと言うやんほんま上田さん、うん、いや、いいでしょもう営業停止になってるし一回だけなしかも職場行ってもお酒飲んでるしな。確かに飲んでる、うん、飲んでる。そうなんだ。仕事サボってな。見たことあります？いや、ないっすね。外めっちゃ気にしてるやんめっちゃすごいことになってる外が。みや初めて見るレベルになってる。こんなめったにないっすよ。あ、ほんま見に行きます？やじうま行く？やじうますぎない？ちょっとどこでんの？いや、結構危ないかも。銃持って走り回ってますよ。え、あ、ほんまこの人ら？うわそこ警察止まってますわ。警察がめっちゃ撃たれてるわ。いや、すごいよ、めっちゃ撃っちゃってる。え、こんなのめったにないっすね。うわ、店開けてから初めてっすよ。あ、ほんま。めちゃくちゃドンパチじゃん。ちょ、普通に運ばれてるくらい。普通に運ばれてるけど、悪いそうな人が。え、待って始まる。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。小月さん。いや、おっちゃうな。おっちゃんがちゃうな、おっちゃんがちゃうな。どうやって取り物の右クリックの筋肉。おっちゃん右クリックの筋肉。おっちゃん早く。おっちゃん早く。はい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 。おっちゃん危ない。999の筋肉。999999。おっちゃん。おっちゃん。あ、9ね。アルファベット言うてえな。
確かに数字かわからんからな。数字や言うてもだよ。待て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 、俺ら見られてる、待て俺ら見られてる、なんかじゃ、え、俺ら野獣馬なのになんか、いや大丈夫、大丈夫、エイム合わせられてる、大丈夫、エイムは合ってない。エイム合ってない、了解、合ってない、見てない、トンパチじゃない、なんやった、わしら邪魔になっとる。大丈夫です、あの野獣馬です。うわ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 、怖い怖い怖い、今今上田さんちょっと当たってましたね。上田さんの上にちょっと失礼させます。上田さんすいません、ちょっと失礼させます。くらいくらいくらい、うってるってるってる、あかんかんかん、小泉さん ZZ、 うせえな、当たるで、強い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 、警察、うわ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 、怖、いやちょっと待って、わしの車、嘘、どこに止めてるんですか、どこに止めてるんですか、そこのあの白い車あるでしょ、白いのサイドモーターズの、あれ遮蔽に使われるんじゃない、すいません小泉さん、車取ってきてもらっていいですかね、無理じゃない、ほら行った行った行った、この方、そこの方、そこの方、はいはい、今ここ事件やばいんで離れてもらうように言ってもらっていいですか、すいません申し訳ないです、離れてくださいらしいっす。離れろ、離れろって。離れろって言われちゃう。離れろって言われちゃう。中入りましょう、中入りましょう。店の中入りましょう。店の中入りましょう。じゃあここ特等席、ここで。ここ特等席ですよ、はい、そんな逃げ方したらほんま死んでまいますぜ。どんな逃げ方したの？ずっと歩幅前進で後ずさりしてましたよ。見てこれ。うわぁ、ね、すごい特等席だ、これ。え、ちょっとあそこ倒れてはるよ、病院、病院電話したら迷惑か、そう、危ない時は呼べないんですよね、あ、そうか、救急隊が危なくなっちゃうんだ、えー、いるよ、てかいるよいるよ、そこ顔もしゃ、えー、その顔、ガレージの角ほら、銃が見えてる、あそこいる、隠れてる、え、ゴキブリ見つけたみたいな、ほんまや、いる、上田さん、さ、当たりますね、そこ、いや大丈夫、これ防弾なんで、防弾なんで大丈夫、どんだけすごいね、どこに金つくどこに金つくとんねん、いや治安悪いって聞いたんで防弾にします、ここちょっとすいません小月月さん、すいません、はい、私背中に一発もろてますわ、アドレナリンで気づいてないパターンのやつだ、背中に一発もろてました、大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫です、大丈夫です、包帯持ってますんで、あ、オッケーオッケーオッケー、いやびっくりした、こうはなんかめちゃくちゃ普通に客来たけど、危な、あの一安心してからめっちゃ血出てきてて死んじゃうパターンのやつじゃないですか、アドレナリン出てて気づかんくてのやつ、怖っ、めちゃくちゃ恥ずかしい、あ、いらっしゃいいらっしゃい、今危ないですよ、そう、そう、え、そう、なんか超逃げやったよなと思って、でも大丈夫ですか、ここ防弾なんで、おい見て見て、あ、やられた、ええ、おいおい、なんで、ほんまや、え、でもこんなに治安悪いのは初めてっすね、マジで、うん、危なあ、うん、来た、警察来た、なになになに、なんでか、うんとか言うなよ、お前こんなことになってたのに、うん、いいとか言うなよ、一発当たってるからねなんで当たったやろ、隠れてたのに、あー、そうか、警察か警察の当たったか警察の弾当たったな、すぐすぐすぐ、あ、捕まる、捕まる、捕まるじゃない、捕まるじゃない、え、え、え、あ、捕まる、あ、あ、なんかロケットランチャー持ってる、ロケットランチャー持ってる、嘘、どこ、あの、奥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 、ロケットランチャー持ってる、持ってる人走ってる、すごいすごいすごい、捕まえた捕まえた、うわ、え、おお、こっち来た、おお、こ、こ、こ、びっしゃ、いや、大丈夫大丈夫大丈夫、防弾だから、え、なんで大丈夫な、え、防弾だから、なんでそんなに金使ってんねん、お客さんの言い伝えです、すいませんね、まるこさん、俺らは3人ラーメン買っていいですか、オッケー、すいません、すいませんね、盛り上がっちゃって、ありがとう、トンパイン、ありがとう、ありがとうね、あ、びっくりした、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、来たことないって友達連れてきた、あ、いらっしゃい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、平井さんって働いてる人だ、働いてねえっす、あ、ねえんだ、あれ、ベオさんやん、ベオさん来た、久しぶりっすね、あ、知ってるんだ、お久しぶり、元気してた、てか、どえらい久しぶりっすね、どえらい久しぶりかも、え、何日ぶりだ、本当に来た時、当初ぶりぐらいかも、え、多分来た当初じゃなくて多分10日目ぐらいで会って、あ、そこで一緒にリサ戦行って、で俺記憶ちょっと見返してたんですよ、あ、ちょっとデイワンで会ってたっす、え、嘘っけ、はい、いや本当に記憶を思い返したら本当にすごい、そうだったんだ、デイワンにいたっす、デイギオンで、
あ、そうだったんだ。じゃあもうマブってことやん。マブではね、ちょっとラーメンお願いします。ふざけんなお前マブ。いやこれ注文内容によってはマブっすかね。ふざけやがって。おい、誰だったらマブなのこれ。いやー、まあまあそれはお気持ちで、もう何でも。むずそう。つけ麺頼んださっき。つけ麺家系で頼むのだいぶ邪道じゃない？まあちょっと邪道っすけど、でも最近もその名残ないんであんまり。あ、ネマさん大丈夫です。もう本当に終わって言って殺すぞって。やばいだろこいつ。じゃ特製ラーメン食べた。つけ麺が好きやねネマは。あ、でも大丈夫です。あのもう今そんなシーンほぼないんで。言うとるがなシーンない言うて。じゃあ特製ラーメン10個ちょうだい。特製ラーメン10個で。あざます。あざます。でも平井さんもいろんなことした方がいいっすって。だからもう JTS に縛られてやめちゃいましょうよ。いや言い方や。JTS なんだ。だから JTS 一回も行ってないらしいっす。もう何年も前から。1年も前から。息苦すぎるやん。え？まあまあまあ。あの行ったら仕事せい言われるからいかんようにしてます。なあ、嫌な大人だな。人間せいや、もう JTS はこの人。いやいやいや、もうほんまにね。ジョブ残ってないんじゃない？もうそこまで行ったら。ね。残ってればいるんですか、ジョブ J って。残ってはいるんですよ。あ、残ってはいるんだ。はい、5分でもいいから働きに来いって言われましたね。心でか JTS 閉めてるやん。いや、この後なんかペールナイル2人で行って占いしてもらおうかなと。そうそうそう、占い。あ、そうなんだ。ごめんね、邪魔して。いや、全然、ね、お客さんが一番大事なんでね。そうや、そうや、そうや、そうやで。ラーメン屋の店主芯があるな。え、なんかあの宅配とかもやってるんで、あの忙しい時とか呼んでください、電話で。え、そうなんだ。え、マジで。え、ガチで気軽に呼んでいいですよ。マジ、はい、もう一回交換してたっけ。え、本当に気にしなくていいんで、いつでも呼んでください。無理だったら無理って言うだけなんで、俺が。オッケー。ありがてえわ、そう言ってくれた方が。拒否されたっすね、ペオシルバさん。あ、持ってた。2個はいらねえだろ。2個いるでしょ。平井さん、さっき交換したっけね。まあ、あ、交換でっか。平井さん、そんな交換したかんないな、みんなに。なんか、あ、待って、交換した記憶あるわ。いやいやいや、ね、何回でも交換。それはもうバンバン送りますよ、これ。バンバン送ります。平井さんがね、送ってこなかったんだ、ね。ありがとうございます。あ、そうですか。今、追加されたよ。ありがとうございます。ありがとう。え、じゃあ、ペールナイルで占いなんかやってたんだ。ま、なんかやってるらしいですよ。タロット占いし始めたらしいんですよ。行こう言うて。誰だろう。ネマも占ってほしい。まあでも、一気に3人も来たら大変だろうか。4人か。来たら大変。ペオシルバーナチュラルにハブられてたよ、今。かわいそう。え、ガチでかわいそう。あ、俺入らねえんだと思って。いやいや、危ない、絶対危ないから大丈夫だよ。そうだね、でもびっくりしちゃった俺本当に。絶対呼ぶよ。来ないで。こと、え、なになになに。え、なんで。語気強いんだけどこいつ。語気泣かないでって言ったな。泣かないで。あ、なるほどね。あ、びっくりした、本当にちゃんとちょっと手震えた。かわいそう。なんかごめん。そうやで、優しいしてあげてや。そう、ごめんね。おい、この声は、これ1時5分 PNG。 その通りです、呼びに来ました。いや、1時5分 PNG もちろん行くよ。 PNG、 ねえ、つるぎさん、うちさん気づいちゃったんだけどさ、 PNG、うん、PNG、 リーダーボードの一番下見てくださいよ。え、なに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 。レースのリーダーボードの一番下。あ、でもね、うちビリじゃなくなったんですよ。今かけるちゃんがビリになって。おいおい、ビリとか言うなって。だからこれビリじゃないって。ビリじゃないです、ごめんなさい。いや、でもね、本当やめよ、本当やめよ、これビリじゃない。つるぎさん聞いてほしい、うん、PNG はここからみんなで上に行くんですよね。じゃ、これもう上だから、落ち着け、これも落ち着け。いや、これつるぎさん待って、それは嘘だよ、これが上は。いや、俺これ気に入ってる、正直。俺らマジでこれでいい。頑張ろう。だから頑張る。これが下だと思うんじゃねえ。え、俺今まで一回もこれが下だと思って話したことないよ、人に。ちなみに言うけど、そうなの、つるぎさん。じゃ、これ1位なの、うん、うちら逆に。え、そうだよ。そうだったんだ。つるぎさん、ごめん。うちここから頑張んなきゃって思ってた。いや、クリアればいいんよ。そうだよね、つるぎさん。レース出てるからこうなってるみたいなとこもある。そんな、まあ、メタ的な話するとだよ。そのなんか、これ下じゃないって俺言い張るけど、うん、メタ的な話すると、レース出れば出るほどこうなっていくから。いや、そう、おかしいんだよ、つるぎさん。どうしてうちらはさ、出てない人よりもこんななっちゃうの。だからこれ、出たらおかしいよね、つるぎさん。え、そうなん、で、わかんねえやつが言ってくんだよ、そのなんかさ、下だ下だってバカがって感じじゃない。そう、うちらはここにいるんだよ。こんにちは。
つるぎさん、なんか喧嘩してます？いや違う違う、違うの。逆逆、むしろ高め合ってたんですよね。逆むしろ、今俺らお互いに持ち上げまくってた。そう、持ち上げまくってた。あ、そういうこと。うちら早口だから喧嘩に見えちゃうんだよ、つるぎさん。全然もう早口でも何でもない、もうね、俺らバカなんだよ、周りがついてこれてない俺らに。そう、俺らのスピードに。結果だよね、一生懸命頑張って結果ここにいるんだよね。いや、味方弱い。いや、レースってね、味方弱い。そう、味方弱くて、ジャングルでね、味方が迷っちゃって、なんか、ダンスだ、なんか、そういう感じですね。そう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 。違う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 。一個言って、二人ともレースでミニマップ見てない、マジで。いや、見てる見てる見てる、ガンク来る。見て、ミニマップ見て。ミニマップ見てんのにガンク来る。ミニマップ見てんのにガンク来る。ドラウグル、ドラウグル、こう、ガンク来るよね、後ろから。やっぱみんなガンクなんだ。そうですよね。いや、マジで。面の後ろからガンク来る。いや、なんかガンク来る、ほんとなんかずっと俺タワーダイブされてんだよね、なんか。そうなんですよ、ガンクどこで。え、相手なんかさ、え、シビアとさ、もう相手シビア待って、シビアザイラなのね、相手レーンで。で、俺さ、こっちアッシュでやってんのにさ、なんかさ、もうずっとレーンプッシュされてタワーダイブ一緒されてジャングル育ってるから味方弱い。今日ちょっと特訓する？今日？いいよ。え、じゃあもう BMC やめて。今日ももう退勤しましたよ、うち BMC。 もうイグザクトリーのために。あ、やばい、うちハンさん、あの、迎えに来るな。じゃあちょっとまたイグザクトリーで会いましょう、1時に。オッケーオッケーっす。1時イグザクトリーなんだ。1時5分っすね、はい、1時5分っす、藪下さん、来てください。いや、子供ガチで頑張ろう、マジで頑張ろう。うん、分かった、うち誇るわ、2。え、誇って、てか、本当にマジで PNG はマジで誇って。分かった、うち PNG 大好きだよ、つるぎさん。うん、いや、俺もマジ誇りに思ってるから、そのなんか一番下だからとかの、もう絶対言わないでいこう、これから。うん、絶対言わない。一番上だよね、うちらは。うん、一番上。そう、頑張ろう、頑張ろう、マジで頑張ろう。じゃあまた、またね。じゃあまたレースで。いやー、あげころいい、面白すぎる。 PNG をマジで担う逸材。もう俺、あの味方批判聞くためだけに俺はもう今この一日を過ごしてると言っても過言じゃない。アピリ長いんだね。これで蹴ったらクソ硬いぞ、お前マジで。あ、来た、かけるちゃん。あ、え、は？え？え？ごめん、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 ごめん。え？大丈夫じゃないじゃん。ごめん。うわ。ねえ、ごめん、ごめん。ねえ、ちょっと待ってください。ごめん。大丈夫。いや、もう一回かけようちゃったから。いや、今殺しに行く当て方だったけど。かけるこら、おい、話聞け。 PNG 採用。あれ、ごめん、 PNG 採用格上げ。マジごめん、呼んだよ。ちょっと私現場させてもらう、呼ぶわ。呼んだ、呼びました。大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫、本当にごめん、マジでごめん。それでこそ PNG だ。それダメだろ、絶対ダメだろ。仲間に手出しちゃダメだろ。ごめん、大丈夫だよ。すごい吹っ飛んでびっくりしたけど大丈夫。ごめん。いやいや、いや大丈夫、これで空気悪くなる人 PNG いないから。うん、大丈夫だよ、怒らないよ、このぐらいじゃ。ウィーン、なんかさ、ニトロの暴発さっき聞こえた。ももみてんてー。あー、すいません、現場蘇生でお願いします。私が払いますので私に請求ください、よろしくお願いします。はや、うん、早口や。よろしくお願いします。そんな速さレースで生かしてくれよ。めっちゃ早くちゃった、ポン。はい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。てか揃ったの初めてだな、 PNG。 そういえばでも桃見てんレース終わってからミーティングしよう。やめろ。分かった。じゃあ、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 かけるちゃんに喋ってもらう。いったじゃあ、はい、はか、かけるさんどうぞ。はい、昨日7回水没、そして7回インパンド。違う、あの、昨日7回ダウンをして、うん、最終的には救急隊に車をストックしとこうという、あの、熱い熱意を持った新人レーサーがいます。うん、っていう新人だったんだ。そうそうそう。なるほど。自己紹介かと思った。自己紹介かと思ったわ。あ、違う違う。毎日20回くらいレースコースを練習しているやつなんですけど。誰誰誰。なのに、リーダーボードはほぼ最下位。リーダー検討をしたいと思います。あ、賛成、賛成。かけるさん、うち賛成、賛成。そう。どうすか。ケンツさんね、いや、俺、人柄採用だから、ここ。まあ、でも、もうちょい見てからだな。なんかこの感じいくとさ、無限に入れることになってさ、多くなってもさ、俺少子多様でいきたいから。あ、なるほどね。うん、選ばれし者たちだから。例えばレオがさ、今忙しいっていなくなってる間にいっぱい増えてるみたいな感じやだから、そのなんていうんだろう、悲しいなって言うんや。そうそう、だから気持ちは嬉しいな。これはでも、これもはマジで俺とのストーリーがあるから入れた。え、本当に本当はこの3人で行くつもりだったけど、
え、俺をレースに引き戻してきた。私は、あ、そうだそうだ、うちが引き戻した、ね、いや、俺たち初期面だから特に理由ない。ああ行こう。さあ、立てました、立ちました、立ちました、立ちました。 PNG! 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 ちゃんと今んとこただのチン相談だからな。はい、頑張ります。いや、PNG 最強、最強決定戦。はい。え、これ PNG の言うこと聞く順になるからね、これ、ちなみに。やだ。やだ、やだ、やめて。いやだ。いやだ、面白いな。で、ここゆっくり、ここはめっちゃゆっくりめ。いや、早すぎ、この車。ちょっと待って、超ゆっくりだったぞ俺今。え、飛び越えて、あ、これ飛び越えていいのか。さつまいもの声聞こえたな。さつまいもが迫ってきてる。あ、レオいるな。レオ落ちてねえな。迫ってきてるレオが。ただミスしなければいいだけの話。ここゆっくりか。あー、こっか、あっぶねえ、あぶねえ。あ、でも俺ゴールだ。よーし、1位イエース。は、待って、やばい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 、レオ行ったか、クリアした、レオクリアした。え、これ生きてます。あ、レオクリアした。くっそ。はぁ、レオ、レオ。レオどうしたの。しかもゴールしてね。やばい、来る、アゲコロたちが来る。もうここなのに。アゲコロとカケルが来ちまう。なんていつもそんな面白いんだよ。うん、そこそこ前、もうちょっとアップのところ。あ、ダメだ、ダメか。あ、来た、やばい、俺これ行かれんじゃない。この辺がいい。うん、そこがいい、そこがいい、ありがとう、ありがとう。誰だ、あれ、アゲコロか。で、多分ね、A 隊急に今練習してるからね、多分車体制御むずいんだよね。あー、そういうことね。そうそう。お、でも乗った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 。バカージョ先生、よろしくお願いします。リーダー大丈夫ですか。リーダー、俺今プロレーシングチーム立ち上げてて、今これメンバーなんですよ。あともう一人かけるってやつが。そうなんだ。いや、俺ら腕は確かすね。本当に1位、チーム名なの。PNG っす。あ、PNG、 こっちいる。 PNG、 PNG 4人っすね。4人です。いや、じゃあ5人になったらぜひ海上レストランのボートレースに出てよ。これは候補、まさか一人いるもんな。いますね、これで5人に なりますね。一人声かけ候補が一人いまして。あ、そうなんだ。それがケンツなんですけど。あれ、ちょっと待って。応援しています。ありがとうね。ありがとうございます、頑張ります。ありがとうございます。あ、ちなみに僕このチーム関係ないんで、僕は関係ないんでね。ハンさん嫌がるんですか。ハンさん師匠でしょ。ちょ、かけるがなんか次の予定とか言ってる。最近やる気ない。こうやって混ぜられると俺もなんか PNG みたいな感じされちゃうから。どうします、ハンさん。かけるやる気ですよ、ちょっと。何がだ。ここも知らねえよ。モチベーション若干低くなってるかも。お前らで解決しろよ。まあでもモチベが下がる要因もあるんじゃないか。それはもしかしたらお前にも原因があるのかもしれない。いや、俺モチベ上がりそうっすけどね、俺ら。うち、かけるちゃんのモチベ上げてくる、うちが。じゃあ俺も行く、俺も行く。いや、みんなで行こう、みんなで行こう、みんなで行こう。そこの要因だから。OK、ミーティング、ミーティング。ミーティング、ミーティング、緊急ミーティング、緊急ミーティング。はい。はい。コモン、コモンから一言お願いします。いや、待て、コモンネットだから大丈夫、コモンマジで。あ、ほんと？うん、これ巻き込まん方が多分いい。なえんな、かける。俺は励ましに来たんだよ。私レース関連で500万失ったんだよ。え、そのいつもあるって別にそんな。ほんと、私全財産聞いて。うん。1000万しかないんだよ。え、じゃあ俺かけるんとこで、じゃあクラブ買おうかな。買って、クラブ買ってカスタムしようかな、じゃあ。ちょっと僕うちでも売ってないと思う。あ、じゃあクラブ買ってる。はい、いってらっしゃい。え、なんで、マキピちゃん、どうしたの、マキピちゃん。ちょ、俺らマジなえんのやめよ。なえんの、マジやめ。レースでなえんのやめよ。
ねえ、本当に剣さん、それなんだよね。なんかさ、一、うん、回ぶつかると泣いちゃうんだよね、結構心が悲しいので。そうそう、インパウンドされてお金なくなったりとかして、やる気なくなるのやめよう。どうやったら、はい、励まし合っていこう。ちなみに俺、昨日やる気めっちゃなくなった。なんでニトロバグで2回連続で行かれて。それは、それ、ね、今日改善された？さっき言ったやつで。いや、俺もうね、黄色に、そう、黄色ニトロやるようになって、赤ニトロを毎回2回吹かすようにしたら、なんとかなった。あ、じゃあここが重要な話ですね。重要な話じゃないよ、別に。え？あ、重要な話ではないのか。いや、まあ、悩んなっていうことと、え、そうですよね。はい。そう、PNG のロゴがあります。あやった、車に貼る、それ重要でしょ。やった妖精さんが、俺のとこの妖精さんが作ってくれた。そうなの、妖精さん、頑張ろう、お願いします。 It's go。 これ公式じゃないからなんかぶつかっちゃいそうになるな。すごいわー、 あ、やば、離れてるぞ。すごいこと起こってるて。 PNG 違う、俺じゃ、今俺じゃないよ。俺じゃない今の。いや、今度低いんか、マジか、やばい。うわー、さっき高かったのに、低さで調整しようとスピード出さなかったな今の。何キロだったか今。動かなくなりました。スケボーはありません。皆さん今までありがとうございました。諦めんな。まだいける。でもこれ高いよな。まあ高いぐらいがちょうどいいか。あー、めっちゃ斜めにすれば奥までいけるわ。一番強いやついける。早いのって悪くないな、弾丸すぎて。皆さん、やはり詰まって動けません。諦めんな。 PNG ビーン、いけた。弾丸ライナーすぎて、あれ待って、これもう一個上か。リーダーは、つみきリーダー、いるよいるよ。やっぱダメでした。諦めんな、終わるまで諦めんじゃねえ。何、なんで動かないの。完全にはまった。コンビニまでスケボーで走るんだ。スケボーはすでに全国失いました。コンビニまで買うんだ。いるか。買いに行くんや、コンビニまで。終わるまで諦めんじゃねえ。わかりました。もうみんなゴールしてね。もうみんなゴールした。あとちょっと。オッケー。俺も今猫助けてる。猫助けるのナイス。そう、猫助けて。かけるも今猫助けてんだよね。犬、こっちは犬助けてる。なんか滑ったんだけど、何今の。犬いるよね、その辺。犬いるからさ、うん、シュナウザーいるわ。シュナウザー了解。ハト助けた。ハト助けて了解。待って、今めっちゃいる。めっちゃ亀もいる。なんかぬかるんでる。おい、何ここ、めっちゃ滑る。イエーイ。はい、おかえり、ナイス。かける、ヘルプいる？大丈夫？おい、かける、助けに行くぞ、 PNG。 オッケー、ちょっと待って。かける、どこいる？バグランとかある位置が、爆発するとこあるじゃん、最初の右に寄るやつ。 あそこの下のところ、カブトムシとすれ違ったところにハマってる。それ番号なんぼだっけ？はい。ここハマっちゃって。これ車で行けないか、乗れる？ちょっと一回。オッケー。サンキュー。スケボー渡すよ、じゃあ。うん、うん。はい。離れて。はい。行きます。お願いします。よし。待って、危ない、やばい、近づくな。やばい、なんか動いちゃう、勝手に動いちゃう。一回離れる。あ？これフリップできないか。出れない、ちょっと待って。OK。ウォーウォー、焦げパンチ、ウォーウォー、連発で。返して。ねえ、ちゃんと走れるか確認しただけじゃん。なるほどね。ありがとう。かける、浮き、かける、ヘルプ完了。レース終わりました、どうぞ。ナイス。なに、全く見てなかった、最悪。
助けて助けて。ここいる？80033。いやまあさすが、いやまあさすがに冗談、大丈夫抜けたわ。つりぎさんありがとう。オッケー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 。じゃあコロモさん、俺連絡先もしかして知らないですか？あ、確かに交換しましょう。かけるとレオは知ってんの？知ってる。か、コロモかけらしてんの？うんうん、知ってる。こないだ交換した。じゃあ最高か、じゃあ最高か。ありがとうありがとう。修理する？うん、修理お願い、かけるちゃん。オッケー。うちこれ失礼したらね、あ、大丈夫、今日はちょっと寝ますね、ここで。おやすみおやすみ何今の指差し、おやすみ。楽しかった、またこうやってみんなでレース高め合いましょう。いや、これありだな、てかこれ、いや、めっちゃ楽しかった。みんなでやるのありだな。うん、ね、みんなでやってるから心折れなかったよ、本当に。いや、本当に。いや、イグザクトリーこんなに高め合って次の公式レースいけるよ、うちたちイグザクトリー。なんか、ゴールできなかったけど、なんかまたやりたいなって初めて思ったかも。いや、あげていいんだけど。マルが瞬間移動した。あれ？じゃあ、レオはもうその。今度あげるものあげるわ、おこげに。オッケー。いや、レオがっかりだよ、俺は。胸張ってないなんて俺らのチームに。こんなに俺ら BLG のデュエリストだろ。レオちょっと隠してんだよな、やっぱり。なんかなんか胸張ってねえんだよな。てかあいつノーリミだろ、あの感じ。ノーリミならいいや、いいギャングだもん。